ポリマーはポリマーウェーブコンポーネンツを使用してウェブアプリケーションを作成するためのオープンソースの JavaScript ライブラリーである。ライブラリーは Google の開発者とコントリビューターたちによって GitHub 上で開発が行われている。また Google のマテリアルデザインを利用したモダンなデザイン原則が独立したプロジェクトとして実装されている。ポリマーは Google の多数のサービスと ウェブサイトで利用されているポリマーを利用しているものとしては、新デザインの YouTube、YouTube ゲーミング、新デザインの GoogleEarth、GoogleI、o のウェブサイト、GooglePlayMusic、新デザインの Google サイト、web 版のアロが挙げられる。その他の有名なユーザーには、Netflix、ElectronicsArts、ing、コカ・コーラ、マクドナルド、ビビビ、IBM。 ゼネラルエレクトリックがいる。ポリマーのパブリックな開発は2013年11月14日のプロミシーズポリフィルのリリースと共に始まった。その後、ポリマーの開発はマテリアルデザインを元にしたビジュアルスタイルガイドラインをカバーするウェブデザインライブラリー、データバインディングの機能、そしてコアとペーパーと呼ばれるウェブコンポーネントライブラリーへと少しずつ成長していった。 コアコンポーネントはもともと多数のウェブサイトに必要とされる汎用的な機能を包括することを意図して作られたものであった。一方、ペーパーコンポーネントはよりマテリアルデザインのコンセプトに特化したコンポーネントを提供するために作られた。主要なマイルストームがバージョン0.5のリリースで達成されたため、このバージョンがアーリーアダプターのユーザーが プロジェクトに利用可能な最初のバージョンであるとされた。Google はバージョン0.5以降もポリマーの設計の改良を継続的に行い、特に多くの開発者が指摘したパフォーマンスの問題を改善していった。2015年のポリマー1.0のリリースにより問題の多くが解決され、このバージョンをもってライブラリー最初のプロダクションレディーなバージョンであるとされた。 バージョン1.0では、ポリマーのパフォーマンスは大幅に向上し、ロードタイムは最大7倍高速化した。また、バージョン1.0からは、Google はポリマープロジェクトの要素を明確に分かれた2つのコンポーネントに分離し、エレメントカタログとウェブコンポーネントの統一化を行うライブラリーに分けた。2015年9月14から15日、Google はアムステルダムで、 ポリマーサミットを開催した。2016年10月17から18日、Google はロンドンでポリマーサミットを開催した。2017年8月22から23日、Google はコッペンハーゲンでポリマーサミットを開催した。2018年5月2日、ポリマーチームは今後、ポリマーの双方向ワインディングとテンプレートシステムの開発は終了し、 ライトルモント及び一方向バインディングのみにフォーカスしていくことになるという方針を発表した。ポリマーはバニラなウェブコンポーネントに対して数多くの機能を提供している。ポリマーは構造的な設計プロセスに特別な注意が払われており、相互運用性が高いレゴブロック構造として活用することができるため、市場で大きな注目を集めつつある。 カスタムエレメントは ES モジュールとクラスを使用して作成することができる。カスタムエレメントの定義には CSS スタイル HTML テンプレートエレメントの内部にローカルに展開される DOM、エレメントのプロパティ、ライフサイクルコールバック、そして JavaScript のメソッドが含まれる。インポート、ポラメリルモント、HTML フロム、ポリマー、ポリマー、ポリマーエレメント、JS。 クラスハローエールモントエクステンズポラメリルモント StaticGetTemplateReturnHTMLStyleLocalDomCSSSStyleStyleLocalDomHelloNameStaticGetIsReturnHelloElementStaticGetPropertiesReturnNameTypeStringElementProperties カスタムメソッド。ウィンドウ、カスタメラメンツ、デファイン。上記のように定義したエレメントは、HTML コード内で次のように使用することができる。ハロー、エレメントゲームイコールワールド。ハローエレメント。ありがとうございます。